さあやってきたのは株式会社山田屋宮崎支店でございます。ご案内は高野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ早速なんですけれども、今日ご紹介いただく、まあ、モデルハウス、この敷地内に建っていると。はい、ご紹介するモデルハウスは宮崎市新栄町にある山田屋宮崎店の隣にあるこちら。コンセプトはですね、こちらクールモナーになるんですけれども、はい、色の使い方ですね、白と黒を基調にしたモデルになっております。はい、白黒、そしてちょっと木目調、木目調も入ってますね。ところもあったり、玄関ポーチはここの、ね、雰囲気もめちゃくちゃおしゃれな。そうなんですよ、最近流行りのロックガーデン風に仕上げております。はい、玄関向かって右側にはスケルトンの外部収納、ご覧ください。ババン、ここはサーフボードなんか置いてありますけども、棚があって、これあえて見える収納に。そうなんですよ、あえて見える収納にしております。はい、そして玄関向かって左手には広々としたオープンテラス。いい感じに木が生えてますけど、これはまただいぶ広く作りましたね。だいぶ広く作りましたね。お邪魔します。うわ、これなんだここはまず飛び込んでくるのはこの和室ですね。はい、ちょっとじゃあお邪魔します。どうぞ。よいしょ、いいですか、ちょっとお邪魔しまして。掘りごたつね、こう人気ですか、こういったスペースというのは。そうですね、今の建てられるお客様は和室を作るお客様がやっぱ多いですね。まあ、小さいお子さん寝かせたりだったりとか、そういった意味合いで作られることが多いですね。まあ、リビングを通さずにすぐ客間に入れれるような、そういう意味合いで和室を作っております。はい、僕のこの位置からのこの抜けがねすごくいいんですよ。ほぼ部屋全部見渡せる、そんな位置にこの和室があると。続いてリビングスペースへ。こういうところはね、やっぱり座ってみないことにはね、本当の良さがわからないということで。いい。あ、めっちゃ天井高い。そして、はあ、吹き抜けだ。リビングの扉はオープンテラスへとつながっています。さあ、こちらがキッチン。広い。ここはどういうスペースになるんでしょうか。うわ、広い。で。深い収納スペース。あ、お、まだ開く、まだ開く。あ、ここまで開きますか。こういうことか。この素敵なタイル張りのオープンキッチン、あるこだわりがあるんです。実はですね、このキッチン立ってもらうと分かるんですけど、このシンボルツリーが見えるんです。あ、料理しながらでもシンボルツリーが見れるような、ちゃんとこう目にこう入ってくるようになってるんですね。はい。そしてキッチンの裏側には洗面、脱衣所、お風呂など水回りを配置。脱衣所はランドリールームも兼ねていて、家事をスムーズに行えます。家事動線がすごく短く済むスペースになっております。はい、さあそれではちょっと2階にもお邪魔したいと思います。まずは突き当たってこちらですね。あ、主寝室かな。うわ、いや、おしゃれですね。ありがとうございます。うわ、ね、リゾートホテルですよ、これも完全に。クールモダンということもあって、まあ、白と木目を合わせたような色使い。はい、後ろの方にですね、収納があるんですけれども、寝る前に本を読んだりとか、置けるような収納も作らせていただいております。はい、寝室の奥には小上がりの書斎。これリモートワークとかする時でも全然この背景気にならないぐらい、そしてその奥にまたウォークインクローゼットがありますと。これ広さはどれぐらいあるんですか。こちらはですね、はい、3畳あります。3畳もたっぷりです。自慢の大容量ウォークインクローゼット。その他2階にはフリースペースとロフト付きの子供部屋があるんです。これね、憧れるよね。結構広いです。小さいお子さんってこういう秘密基地感がある作り大好きですよね。そうなんですよ、まあ、こちらの屋根が、勾配がかかってるんですけれども、まあ、こちらを利用した、まあ、用途的な小屋裏収納の部分になるロフトスペースになります。要は以上で、まあ、お部屋は全て。あ、いやいや、まあ、実は上があるんですよ。上があるんですか。はい、
これよりさらにまた上ってことですか。さらにまだ上です。そんなスペースありましたっけ。はい。あ、ちょっとこれで目隠しされてたからだ。いいんですかこれ上がっても。はい、どうぞ。あー、そういうことか。いいですか出ても。はい。なんだこれ、バルコニー。いやー、これはちょっとびっくり。その名もスカイバルコニー。実はここ3階ではないんです。2階の屋根になるのかな。ここそうですね、うう屋上部分になるんですけれども、また3階とは違ったスペースになるんです、はい、うわー、そういうことか。立地によってはなんですけど、これ周りからの視線を全く気にせずに過ごせる、うん、はい、スペースになりますよね。高野さんだったら何に使いますか、このスペース。もし友達と麻雀打ちます、はい、おっと、ここで天空麻雀。天空麻雀打ちます。至る所に遊び心が効いたこちらの住宅、もちろん耐震にも力を入れています。熊本地震で倒壊ゼロの実績を持つ精神ダンパー未来へが導入されています。ここはあの宮崎店、はい、もうスタッフの方常駐、もうほぼ常駐しておりますし、されているということは、もうここに来れば、はい、いつでも見学できる。いつでも見学できますし、はい、僕にも会えます。おっと、はい、最後にちょっとぶっ込んできましたね。ぜひモデルハウスの見学、そして高野さんにも会いに行ってくださいね。